別室で協議していただいた結果、それぞれの指名選手ご覧のようになりました。ただ古田さん、はい、ソフトバンクだけは決めきれなかった模様ですね。そうなんですよね。ソフトバンク優勝しただけにね、補強ポイントが、はい、まあまあ我々の意見がちょっと分かれましてですね、まあ、谷繁さんはね、将来性のある藤田君とかをピッチャーで取った方がいいんじゃないかっていうのと、うん、いや僕はやっぱり西川君のフルスイングを絶対王会長が好きなんだよやっぱりあのフルスイング王会長好きなんだよねっていうのがちょっと外せなかったのもありますしね。あとはね、ショートもね、やっぱりショートがいるんじゃないかと、マッチの、そういう話もあったんで、ちょっとね、決めきれなかったですね。それぞれの思いがぶつかったということですが、はい、そんな時は仮想ドラフト会議ということで、うん、抽選で決めましょうか。そうですか。はい、はい、お願いします。決めましょうかって言われて、ね、決めましょうか。決めましょう。決めましょう。行きたいですね。上の方なんかほんまに飛んだ茶番をやらされてるな今気づいたけど。果たして誰の意見が通るのか、抽選箱も設置されましてドラフトのクライマックスです。古田さんは西川美翔選手、谷繁さんは藤田龍生投手、赤星さんは石塚雄星選手、福留さんが渡辺誠也選手、松田さんが宗山塁選手ということになりました。それでは福岡ソフトバンクホークスの仮想指名選手の抽選を行います。最初に古田敦也さん、前にお進みください。はい、心の目で僕は行きます。封筒はまだ開けないでください真顔でやってるあ、一ついっていいですか。封筒がちょっと安いね本番の封筒めっちゃいい封筒なんですよ ね。そうだ。それでは続きまして、谷繁元信さん、はい、前にお進みください。封筒はまだ開けないでください普通。それでは赤星憲広さん、前にお進みください。あの二人の真顔がめっちゃ封筒はまだ開けないようにしてください。福留孝介さん、前にお進みください。ちょっと福藤さん顔作りすぎめっちゃ笑顔やそれでは最後に松田信弘さん、前にお進みください。はい、それでは5名の皆さんが抽選券を取りました。では一斉にお分けください。手が上がったのは福留孝介さんです。福岡ソフトバンクホークスは渡辺誠也選手、福留孝介さんが引き当てました。去年右で外したんで今年は左で行きました。よかったです、当たった。はい。ということで改めて今回の仮想指名権獲得、福岡ソフトバンクホークスのドラフト指名選手は渡辺誠也選手ということになりました。